まずは同軸ケーブルを壁のテレビアンテナ端子に接続し、レコーダーの地上デジタルアンテナから入力端子と接続します。ブースター用電源パワーサプライが設置されている場合、ブースター用電源の端子から同軸ケーブルを接続してください。ケーブルテレビチューナーがある場合は、レコーダーへ接続する前にケーブルテレビチューナーのケーブル入力端子へ同軸ケーブルを接続します。ケーブルテレビチューナーのケーブル出力端子へ別の同軸ケーブルを接続し、レコーダーの地上デジタルアンテナから入力端子と接続します。レコーダーの地上デジタルテレビへ出力端子へ別の同軸ケーブルを接続し、テレビ本体の地上デジタルアンテナ入力端子と接続します。レコーダーとテレビ本体の電源コードが接続されているのを確認します。レコーダーの HDMI 出力端子へ HDMI ケーブルを接続し、テレビ本体の HDMI 入力端子と接続します。接続した端子の表記がレコーダーの入力ポジションですので覚えておきましょう。ケーブルテレビチューナーがある場合は、ケーブルテレビチューナーの HDMI 出力端子にも HDMI ケーブルを接続し、テレビ本体の空いている HDMI 入力端子と接続します。配線が完了しましたので、テレビ本体側の入力切り替えを操作し、レコーダーが接続されている入力ポジションに合わせることで視聴できます。